演武開演。どうも、本日はこちらの蒸し小籠包というものを食べてみたいと思います。小籠包っていうと、あの中を私がじわーっとお尻が出てくるのがいいんですよね。こちらは冷凍で、なんて読むんでしょうね、これ。メーカーさん、美味しそうですね。ですが、さすがにこのままカチカチのものを食べるわけにはいけませんので、歯が折れるわな。では、ここに調理、ご親切なことに、ここに調理方法を書いてくれていますので、この調理方法に従って調理していきたいと思います。なので、しばらくお待ちください。はい、蒸し上がりましたが、ちょっと大胆にやりすぎたから、こんな風になっちゃいました。でも、後味は美味しいんですよ。食べちゃえば問題なし。と言いますよね。ちょっと残念なことやってますけど、いただきます。見た目はちょっとやってしまいましたが、味はもちろん美味しいですよ。皮がすっごくもちもちで、中のお肉の旨味が凝縮されていて、とっても美味しかったです。スープ感、スープの味もちゃんと口の中に食べようとしましたけど、いわゆる熱々熱々っていうことはなかったです。まあ、自分のやり方が悪かったのかもしれませんが、結果的にはこれで良かったのかなとも思います。というわけで、こちらの点数を取っていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。